リドレー製のロードバイクリドレーは、ベルギーの自転車メーカーである。ベルギー北部のフランデレン地方に生まれた、ヨーキム・アールツは12歳より自転車でレースを始めた。ヨーキムには10歳年上の兄ステファン・アールツがおり、ヨーキムが4歳の時に、ステファンが自転車レースを始めた影響が強かったとされる。一方、ヨーキムの父親ジョシム・アールツは1990年に、 塗装会社を創業していた。ようきはは、クロクロスバイクや、ロードバイクレースで活躍し、ジュニアクラスで30回表彰台に上るなどした。しかし18歳になったようきは自転車レースの成績に、自分の限界を感じ引退。電気工学を学んだ経験を活かして、家族と共に自転車の製作に注力するようになる。これが、自転車メーカーのリドレーの始まりである。 メーカーの名のリドレーはヨーキムが映画監督のリドリー・スコットのファンだったことに由来している。またどこの言語の人でも発音しやすい名称であることより採用された。1996年に会社として設立されヨーキムが社長に就任した。ヨーキムはベルギー屈指の自転車メーカーを育てた功績が認められ2011年にベルギーのリンブルフ州で 若手実業家のマン・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。二人の息子と一人の娘がおり、子供たちの名前はリドレー社の製品にも反映されている。2012年6月で41歳となる。設立当初のリドレーの主な仕事は、兄が働いていたビオレーサーのフレーム塗装と組み立ての下請けであった。リドレーが設立された当時は、スチールパイプを使用した競技用自転車が大半であり、 軽量な製品が求められていた。リドレーは元前の塗装技術を生かして他社製品の塗装工程を担い、また新たに自社開発の新製品を積極的に投入した。プロレースにはまずシクロクロスバイクを投入し、その集大成として2005年に誕生したのがフルカーボン製フレームの X ナイトである。リドレーは10年間のうちに シクロクロスの世界選手権を7回制した。2007年のツールドフランスでは、リドレーに乗るオーストラリア出身のカデル・エヴァンスが優勝争いで大接戦を演じた。さらにエヴァンスがその年の世界ランキング1位に君臨したことで、リドレーはロードバイクの分野においてもトップブランドの一つして認識されるようになった。2010年本社は、ハッセルト郊外のパール・ベイリンゲンの12000。 平方メートルの敷地に移転した。2012年には世界40カ国に輸出された。2013年モデルでは女性専用に開発されたロードバイクや超軽量モデルフレーム単体で7 5 0ムフォーク一体型ブレーキフレームに貼られる微粒子状サーファステープによる空気抵抗低減技術などを独自開発して市場投入している。ベルギーには 荒れた路面や砂地が多い。そのような条件でも故障せず、速く走れるように機能が追求されており、個性的なラインナップだとされている。1996年の会社設立以来、短期間で数多くの勝利を獲得した。ロードバイクの開発では、アンドレグ・ライペルやユルヘン・ファンデンブルックの意見が大きく採用されているが、シクロクロスバイクの開発においてもトップレーサーとの、 共同開発が行われており、会社としてもシクロクロスの分野を重要視している。高度な塗装技術も特徴の一つで、複雑なマスキングテープをコンピューター制御で作成し、複雑な手作業で塗装が行われている。このためリドレーの生産台数は年間3万台と大手メーカーのような大規模生産に至っていない。ABCDEFGHIJKL バイシケルクラブ会出版社2012年12月号を14歳からレースを始めたとする資料もある。a b c d e f g h i j k l m n o p q v r e v e l j a m l リ t r 本社訪問レポートツールドフランス2012ステージ参照など多くの勝利を挙げている選手2012年当時の生産台数。ありがとうございます。